声優小松美香子。第一子妊娠を報告。尊い命と、この奇跡への感謝をかみしめ。夫の声優前野智明も喜びつづる声優の小松美香子。33が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で声優の前野智明、40との間に第一子を妊娠したことを報告した。小松は、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきますとし、尊い命と、この奇跡への感謝をかみしめ日々変化していく身体と向き合いながら過ごしていますと心境を吐露。安定期を迎えているそうで、先々のスケジュールに影響を及ぼすことも考慮し、ご報告させていただく運びとなりましたと、このタイミングの発表となった理由を明かしている。今後の仕事について、体調を含め周りと相談しながらできる範囲で、進めてまいりたいと思いますと説明。応援してくださっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします、と呼びかけた。前野も同日、ツイッターを更新。私事で恐縮ですが、ご報告がございます。この度、私どもは新しい命を授かりました、と伝え、本来であれば、出産後にご報告をと考えておりましたが、体調面や仕事への影響等を考慮し、安定期を迎えたタイミングでご報告させていただく日となりました、と語った。いつも応援してくださる皆様、そしてご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に改めて感謝申し上げます、と、謝意を綴り、今は初めて親となる期待と不安に胸を膨らませつつも、変わらずに日々の仕事一つ、常に全力で励む日々です。引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたしますと結んだ。前野はアニメ、歌の、プリンサ・マッの神役、プリティ・リズム・レインボー・ライブの早見博役、弱虫ペダルの福富俊一役、働く細胞の白血球役、ドラゴンクエスト大の大冒険クロコダイン役など。小松は、スター、トゥインクルプリクラ香り親しやまどか、キュアセレーニャ役、猛烈宇宙海賊加藤マリコー役、呪術周り千全員巻役、ドラゴンクエスト大の大冒険マーム役などで知られる。